どうも、ちやです。はい、ということで本日はですね、スノーマンのタペストリーのミュージックビデオリアクションしていきたいと思います。はい、ということでもうね、めちゃくちゃやっぱり楽しみなんですよ。いやだってさ、僕がこの YouTube をやっているっていうところもあるから、今日撮ってるのが土曜日なんですけど、火曜日に公開されてからもう本当にずっと待ってる。まあなんでもう本当に早く見たてしゃあない、もうおすすめ来てもそれをタップしないっていうところのこのね、我慢みたいな、もうね、ずっとムラムラしてる状態なんで、今日はもう早くそれを見ていきたいなと思います。でね、前回のスノーマンの、トークをしていたら丸々に気がついてしまったみたいな動画を出したかなと思うんですけど、あれね、ちょっと本当に雑ですいませんでした。いやあれね、僕もね、正直ね、出した時にね、うわ、ちょっと遅かったなーっていう風に思ってたところはあったんですけど、まんまとね、ちょっとそれにね、こう、気がつかれてしまったというか、もう本当にごもっともですっていうご意見をコメントでいただいてしまって、なんかもうね、ジャニーオタ大好きお兄さんですみたいな感じでこのチャンネルやってると思うんですけど、いやちょっとおろそかにしてたなっていう風に思いましたね。まあね、皆さんもね、動画見てたらわかると思うんですけど、まあ最近結構 K-POP 多めじゃないですか。まあだからね、こう、おろそかになってる感っていうのはまあね、こう感じられてるところではあると思うんですけど、まあもうちょい他のジャニーズグループというか、まあ SnowMan だけじゃなくて、まあジャンプとかもそうだし、ストーンズとかももちろんそうだし、キンプリとかもそうですよね。幅広く自分の好きなところを、まあしっかりと今一度やっていくみたいなところを、うん、そうですね、見つめ直しましたので、まあちょっとこれからの動画のところも改めて期待していただけると嬉しいなっていうふうには思います。まあとはいえね、僕は今チャンネル登録1万人目前までね、まああと100人ちょっとみたいなところまで来てるので、まあ本当にせっかくなら気持ちよくなんかこうね、ゴールテープ切るみたいなところになり得ればなとは思っているので、なんか皆さんともう一回ジャニーズのところで盛り上がっていけたらなと思うので、今日の動画よかったら最後まで見てください。さあ、ということで画角変わりまして、今からスノーマンのタペストリーミュージックビデオ見ていきたいなと思います。もうやばいな。はい。でもね、早く見ていきたいなと思います。いきます。来た。なんかシークレットタッチ感。これ、インスタとかで見てたけどさ、ビージュがもう、ここからどう、うわ、こっからさ、どうやってそのさ、なんていうの、ダンスパートに行くの？工事？あ、ワンカット的なノリね、これ。どうしたの？なんか、診察室で待つヒカルくんみたいな。うわぁ、ふっかかっけぇ。うわ、うがっくぅ。なるほどねぇ。うわ。なんかこう、伊達様のこのセンターのバチッとハマってる感は、やっぱり、うわ、ラビットとかの、あれなのね。うわぁ、いいねぇ。うわ、この、3×3 みたいな。うわ、今の気持ちよかったな。あれ？フル？あ、ちょっと待って。そういうこと？ごめん、俺、またこれもなんか言われちゃいそうだな。今回ミュージックビデオって書いてあるもんね。YouTube バージョンみたいな、短くなってないんだ、今回。今回っていうか、ジューシーとかもそうだったっけ？うわぁ！うわ、もう、足長全員。うわ、これ気持ち、うわぁ！うわ、ラウル君、うわ、もう、めめ。うわ、かっ、うわ、かっこいい。うわ、
俺こ、うん、向井康二君の声好きだわ。あんなドッキリとかさやってんのに。そうじゃないもん。うわ、なんかこう、なんだろうね、なんか CG バキバキ使いますとかそういう感じじゃないね。結構今ブラザービートとか、なんかこう、なんだ、結構そのザ・ジャニーズ今までにもあったような型のところに当てはまってる感じね今回。うわもう分かってはいたけど、順番的にねえねうわーすげえわ。あ、次はみたいな、そういうことね。まあ楽曲的なところもあるんだけど、割とこうしっとりと踊るんだけど、なんかやっぱスノーマンでダンスだよねっていうところをしっかり入れてくるっていう、これなんですよスノーマンのこのね、シークレットタッチとかでもすごい気持ちいいところをちゃんと入れてくるっていう、そのバラードだからダンスがじゃね、おとなしくなるかっていうとそういうわけじゃないっていう。まあ今回タペストリーは若干アップテンポなところもあるけど、まあそこまでね、こうじゃあグランドールとかデスカってるとそうじゃないじゃないですか。いや、なんかその中でもあの子 3×3 がさあ、ということでそれでは2回目おかわりいきたいなと思います。まあこれ正直な話、今回僕タペストリーそこまで聞き込んでないわけですよ事前に。まあだから曲調がどうなるのかっていうこともそこまで分かってない状態での1回目だったんで、まああんな感じだったんですけど、まあ2回目はさ、ちょっとダンスがどうなってるのかとか、まあこのメンバーの動き的なところ注目できたらなとは思います。特にショッピーとヒカルくん。タペストリーフォントがいいよね。まずうわ、もうなんだろう、そうくんだもんねあんまこれね、そのタペストリーのその映画の世界観があるからあれなんだけど、ちょっと渡辺もみあげ濃くね。なんかこんな濃かったっけ渡辺のもみあげって。うわ、ラウールくんがもうちょっと大人になってきたよね。なんかフッカがさ、今回ちょっとかっけえ、なんか透かしてんだよな。ちょっと全然ノンストップの時のフッカと違うもん。やっぱスノーマンのみたいな、ここの向井康二がちょっとこうさ、これをさ絡めてんだよね手に。ちょっとだから伊達さんで、このね診察室の待合室にいる光くん、うわあ、かっこいい。うわ、もう舘様が今回もちょっと首が心配ですね。うわ、かっけえ。ちょっと舘様がちょっと ふざけてるように見え、ここ！これ気持ちいいな。しかも、ヒカルくんがセンターっていうとこもいいよね。これ何、赤髪とピンク髪だから背景の色がそれになったのかな、もしかしたら。うわー、いいよね。なんかこうさ、ガテン系な男の前髪下ろしってやっぱなんかいいよねなんだろう、あの巨人軍の休日みたいなこの二人二人歌ってるとこいいね。さくらくんかっこいい。うわ、このダンスんとこいいな。うわ、ちょっとなんかこうエモーショナルな表情にしてみたいな。おいおいおい、やっぱ俳優業こなしすぎて覚えすぎたんちゃうすげえいいな。うわ、目黒蓮くんの声っていいよね。なんか
目黒蓮、ちょっと特許感あるよね、若干。色がすごい、それぞれ出てきてる感が。うわ、これダンプラとかどうなんだろう。だってこれ今回さ、もう3場面やってるわけじゃないですか。最初のあの着物を着てるところで、なんかこう廃墟っぽいところでのダンスと、ここどうなんだろう。着物を着てやるとかあるかな。だってなんだろう、もう G1 と見る渡辺はい、めめなんかこう、めめの世間認知がさ、高まったおかげで、なんかもう、めめってこういうキャラクターだよねっていうところにちょっと、なんかアジャストしてる感ありますよね、若干めめが。かっこいい。しっとりやなぁ、ほんとに。いいねぇ。すっごい今充実感あるわ。なんか戻ってきた感があります、僕の中で。まあすごいこれ個人的な感想かもしんないけど、だって僕ってさ、キシマイリップスぐらいからさ、ずっとスノーマンのミュージックビデオのリアクションは YouTube でさ、これ出してるじゃないですか。それが戻ってきたというか、昔の前のか、前の僕の生活が戻ってきたなっていう感覚です。今こうね、一人暮らしの部屋で一人でオタクやる、スノーマン見てわーきゃー言うで、それをなぜか YouTube を撮ってるっていう、タペストリーの曲調のせいかもわかんないですけど、ちょっとエモーショナル気分になりましたさあ、ということで本日はスノーマンのタペストリーのミュージックビデオをリアクションしてきたんですけども、いかがだったでしょうか。ね、シングル発売日3月待てませんまあ幸いなことに、あの2月ね、あの28日で今年終わるんで、まあ通常だったらね、29、30、31、これ3日間ね、まだ2月ある、うわ、2月長いなーとかあったかもしれないですけど、2月は28で終わるんで、まあその分ちょっとね、早く、ゲットできる。まあね、ビビたる差かもしれないですけど、3月のリリースのところに向けて、ね、次は何ですか？ダブルのミュージックビデオ出ちゃうとか、あとカップリングのところも、まあ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 出てくるでしょう。いつも通りでいけば。なんでね、それとかもリアクションしたりとかしつつ、まあ、本当に楽しみだな。いや、まあさっきもね、言いましたけど、こう、一人で、こう、オタクやって、YouTube やって、それを動画アップして、皆さんのコメントでやり取りして、みたいな。これやっぱ僕好きですね。いや多分ね、これ皆さんに言ってるか言ってないか分かんないけど、僕結構ね、動画を編集するとき、自分のやつを見て自分で笑いながらやってたりしますからね。いやなんかそれぐらいなんかこう、やっぱ楽しいんですよ、オタクすることって。で、かつね、編集することも好きだし、それをね、アップして皆さんからリアクションもらえることも好きだし、それ、ワンセットで僕の中のオタ活っていう感じ。なんでちょっと今回もコメントいっぱいください。はい、ということでそんな感じで、また次回の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。